さあ始まりましたけれどもね、ロープ様子結構春日さんなんか毎回恒例になってるんですか、このブースに入る前に、うん、ディレクターのよしきにケツ蹴られるっていうの。いや、なんだか知らないけど、うん、きっかけ忘れましたけど必ずやることになってるんですよね、うん、ああ、なるほどね。よしきには呼ばれるんですよ、うんうん、ちょっともうね1分切ってるんで、うんうんうん、そこに立っててもらっていいですか、うんうんうん、で、よっって蹴って来るんですけど、うんうん、今日はね、どうやら当たりがちょっと違ったんですよ。はい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 、大沢さんが蹴ったような気がするんだよね。え、それだったら後ろ向いたら確認できるでしょ、うん、いやだけど私はいつもこうやって前向いて、うん、下をこう向いてこのオフのスタイル、うんうんうん、オフみたいなこう感じでやって、うん、ドーンって蹴られてくるんで、うん、誰が蹴るかは分からないわけよ、うんうんうん、で後ろに立ったのは YOSHIKI-D だったんだけども、うん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 、なんかね、うんうん、蹴りのその感じ、うん、その足の太さとか、うんうん、なんとなく分かるんだけど、いつもの感じはなかったの、うん、なるほど、鋭かったの、うんうん、なんか、うん、軽量級のなんか蹴りの感じがしたのよ、うん、バーンみたいな、うん、だから多分大沢さんが蹴ったの。あ、本当、それはもう確認できないのね。それはどうなってんのかな一体。わかんないって。いや別にそこはさ、隠さなくてもよくない、うん、そんなところは首かしげなって、まあ景気づけみたいなことですね。まあなんかそうね、うん、気合い入れるために、はいはいはい、何のきっかけだか忘れちゃいましたけどね、うんうんうん、でだん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  YOSHIKI-D の蹴り方が上手くなってきてた矢先の出来事だったんで、なるほど、私はびっくりしてます。はいはい、うん、まあいいんじゃないですかね、それで元気が出るなら。いやまあいいんですけどね、うんうん、ここ何週かなんですけど、俺のせいで、うんうん、オールナイトの出待ちが0人なんですけどね。あなたのせいで、うん、なんかありましたっけ。俺がね、昔ね、なんかね、うん、言ったことがあったのよ。車で車庫から出た時に、うん、俺の車の前に、うん、女の子のファンが飛び出してきて、うん、俺が急ブレーキ踏んで、うん、っていう話。ああ、なんかしてましたな。それから0人なんですよ、出待ち。なるほどね、うんうん、まあまあまあ、それはいいんじゃない。え、いいっていうのはいなくていいって。いや、いなくていいというか、しょうがないんじゃない。あ、そう、うん、あ、それはなるほど、うん、それね、それはやっぱり何人かはいた方がいてほしいみたいな。そうね。いや、でも、まあ、いないはいないでね。いや、でも、うん、他のパーソナリティの方ってどうなんですかっていう話聞いたら、うん、なんか結構だからさ、だからさ、そのパーソナリティの人をすごいファンがリスペクトしてる場合はさ、ちょっと違うじゃん。俺らのリスナーってやっぱすげえ、やっぱ俺らより上だから、俺と春日がすごい下に見られてるじゃない。なんか本当にしょうがないわね、若ちゃんとしちゃんって見られてるじゃない。あ、そんな感じ、うん、かな。おう、そうそうそう、まあまあ、そうだとして、して、うん、で一回すごい車で出て、うん、信号で止まってた時に、うん、ガラスを車の、うん、すげえどんどん叩かれて、うん、それで俺ちょっと嫌になっちゃった。はいはいはい、それはまあちょっと困るな。うん、ゴン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 って叩かれたから、うん、それ困る。結構強い力で、うん、全然開けたくなくなっちゃって、うん、怖いしね、ちょっとね、怖いし、うん、何されるか分かんないから、ね、でもたまに大きめの封筒を持った男の子が、うん、20代前半真ん中ぐらいの男の子が一人でポツッと立ってると、うん、車で止めて、うん、ちょっと話したいなと思ったりするんだけど、YOSHIKI さんさ、YOSHIKI さんさっていうか、まあ、春日さんもそうだ、例えば、うん、どうやって接してるわけ、他の先輩たちは、パーソナリティの人は。うん、車止めて全部受け取ってるって。あ、そう、うん、へぇ、うん、あ、じゃあそういう風にした方がいいのかね。それは、あ、そうか、まあでも着方によるもんね。うん、それどん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 ってやったらちょっとやっぱ怖いじゃないですか。うん、うん、そんな人が車のガラス叩く、だからそういう人はいない。車の前に飛び出してくる人はいる。オールナイト史上初だ。これ40何でもやってるのに。あ、そう、うん、いや、そういう、それやっぱちょっと、うん、こっちがビクッとしちゃうパターンは以外は、うんうん、じゃあ
やってるってことだね。ちゃんと受け取ったりしてるって。春日さんってシータクちゃん、うん、いつも帰り。シータクちゃんよ。ああ。うん。シータクちゃんか。なんか俺はね、すぐ帰るけど、うん、春日さんは随分スタッフさんと3時半過ぎぐらいまで話してから帰るんだって。うん、なんかタバコ吸いながら聞いてる。いやいやいや、矢部さんじゃねえんだからさ。うん、違うよ、うん。タバコも吸わないしね。あんまりタバコ吸わない。うん、タバコ吸わなきゃ。シガーもやれない。シガーも吸わない。終わったらシガー一本吸って帰るやつ、ちょっとすごいな。大御所じゃない、そんなの。そんぐらいやってほしい。シガーをやってから帰らない。うんうん、うん。私はあなたの後ぐらいに帰ってますよ。あれ、車って絞れ、うん、今。いやいやいや。乗ってないの？所有してない。あの、カブ。カブしか所有してない。車両はカブと自転車しか所有してない。あ、ほんとに。うん。へぇだから、シータクちゃんだからね。うん、うん。止めてなんかもらったりしてんの？ないね。ああ。私はない。そういう、うん。わーっと来る感じが。あ、そう。うん。あ、そう。ふわーっと帰りますよ、私は。あ、なんか、うん、なんか、あの、出待ちのこと、うん、焼肉行ったんだってなんか。いや、そのまま。行ってないですよ。行ってないんだって。うん、行ってないよ。ああそう。行ってないんだよ。うん。たけしさんじゃないんだよ。四谷の焼肉屋にね。で、うん、弟子にして。弟子にして。うん、ビール飲めって弟子にして、うん。うん。いや、そういうことしてないです。あ、本当に。うん。いやー、そう。うん。ちょっとやってみようかな。例えば、うん、あの嫌な気分になるまで。やってみようかな。嫌な気分だ。自分が？うん。一回でも、うん、ほら、俺、チキンだからさ。うん。チキンやろう。一回嫌な気分になったらもうやめようかなと、うん、やってみるどこまでいけるのかと、うん、自分のね。お前笑うなよ。お前がタクシーで日本放送出た後、うん、俺がハザード出して止まってたいやちょっとそれやってるな若ちゃんって思っちゃうねいや思うなってねいやいやそれは思って全員思うだろそんなの。全員思うよ。で、ヨシキさんはやってもいいんじゃないですか、うん、っていうのそろそろ。うん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 。でも嫌な気分になったらどうしようそれはまた。ビーンって開けたら、うん、いきなり左フックとかやられたらどうしよう一応、うん、マウスピースだけ噛んでくるかな。そうすると意識は飛ばないからね。なるほど。うん、マウスピース噛んでくればね。基本的に、うん、ほら、俺にはさ、うん、その、なんか敵対心持ってるでしょ、やっぱり。リスナーが、うん、いやいや、そんなことないですよ。まあ今のはそんなことないよって言わしとるよな、今の言い方は。お前に申し訳ない、うん、まあまあね、うん、え、ヨシキさんさ、声はさ、どういう感じなの？あの、例えば、出待ちしてる人からしたら、いや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 、つって止まってもらって喋りたいんじゃないよ、つって見送りたいだけなんだよ、みたいなところに俺が止まったとしたらさ、うん、超ダセーじゃん俺。そうね。で止まって俺が車出て止めて、うん、ハザード出して、うん、誰も寄ってこなかったら、うん、でも多分俺ちょっと泣いちゃうと思うんだよ。泣いちゃうっていうか、うん、ダセーな。うんうんうん、うん、でそれをなんかお前は次の翌週さ、うん、いやー先週ね、うん、出たんですよタクシーで、それ若ちゃん止まってね、うん、誰も寄ってないの、うん、でそれで喋るでしょだって。まあまんま喋るね。いや嘘つくんじゃねえよ。そんな俺の言い方見たことないね。それはね、うん、その見極めが難しいよね。あ、そう。うん、難しいんじゃない？え、あれ先輩たちはどうなの？日本放送出るじゃん。したら、止まってるわけ。うん。リスナーがスッと寄ってくる。寄ってくる。いや、俺、いい距離で。俺ら、寄ってこないじゃん、だって。うん。寄ってこないよね、じゃねえよ。だから、そのもう読み合いってことだね。向こうとの、こっちの。うん、だってシーモさんはさ、にあの東京駅にね、うん、たくさん来てた、朝来てたって言うから、そうね、春日のリスナーもさ、うん、むつみ荘にみんな来てたら集まってたらいいんじゃないの、うん、見送りのために。見送り、うん、どこに行くの？私一回日本放送出て家帰ってどこに行くのよ。どこにも行かないよ。だからあの行くんじゃないの。天に昇る、うん、いや行かないでしょ。そんな毎週行かないでしょ。それは、あ、そう、そんな毎週では行かないでしょ、そんなもの。そうか。だからもう読み合いでしょうね、きっとね。アイコンタクトみたいなところなんじゃないですか。うん。じゃあやめる。ああ、まあ、ゼロか100か。うん。な。うん。そうよね。うん。開けてこなかったら恥ずかしいしね。そうでしょ？うん。うん。そういうんじゃないんですって。うん。向こうからタッ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 と走ってきて、
するんじゃないんですって言われたら恥ずかしいもんね。いやでそれも嫌なの、そういうんじゃないですって実際言ってくるやつとかも俺すげえ嫌いだから、うん、全然面白くないと思うから。そんなじゃあもうボードにもうするように決めれば、一律してボードにそうか書いて、うん、なんか開けてくださいとか、あのよ止まらなくていいですとか、ボードで。ちょっと待って、いやもうそれが一番わかりやすいよ。止まらなくていいです、そのまま行ってくださいっていう、うん、が、うん、あのストップっていうね、プリーズストップっていう。ヒッチハイクじゃねえか。厚木までっていう。プリーズストップ厚木までっていうやつか。ちょっと待って、なんで俺が厚木まで送った後、ちょっとだけ睡眠して特番行かなきゃいけないの。笑ってんじゃないよ、超長もだよ、うるせえな。そうだけど、集えヒッチハイカーっていうね。のテーマにやってればいいじゃん、この番組。あれ、うん、おじさんはさ、あれ、うん、タクシー止めるつもりない？まあ、だから向こうの来方によりますよね。どういうこと、来方って。いや、だからそれが本体も同じよ。うん、止まって、さあ、開けてこなかったらやっぱ恥ずかしいお話。お前のね、うん、臭い息を外に向かって吐くだけだもんな。臭い息だな、君は。やつまです。気持ちいいよ、若者だ。いや、でもね、バンバン叩かれたりしたのも嫌だったからな、うん、どうしようかな。だからそういうさ、うん、ボードがいいと思いますよ、私は。いや絶対いるじゃん、それで止まんなくていいですって書いてくるやつ。絶対面白くないじゃん、そんなの。まあね、わ、うん、かる、それもわかるのよ。わかる、それもわかるけど、うん、でもそうなったらもう本当に、うん、もう読み合いですよね。なるほど、距離の取り方とかによるのかな。だってもう言われたもんな、先週あの、うん、ゴッドタンでももクロのやつやったから、うん、あの街歩いてて、この間おーっていう、うんうんうん、あのおたげ、はいはいはい、やってくださいって言われて。そうそう、うん、それは言われたらどんな感じになるの。しかとしてまあね、街ではできないわな、うん、確かに、うん、うん、